1990年代初頭、大幅な規定改定に揺れたグループ C で、渾身のマシンを開発し、ル・マン、そして世界選手権制覇に挑んだトヨタ。その戦いは一体、どのようなものだったのでしょうか。皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回は1991年にトヨタがグループ C レースに投入した TS010 の歴史、エピソードについて解説していきます。このチャンネルでは、モータースポーツや車の様々な歴史、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。モーター天国関連チャンネル、投稿者ツイッターもよろしくお願いいたします。今回はこのような内容を解説していきます。1982年にカテゴリが発足し、世界の自動車メーカーや有力コンストラクターが参入して、開発競争が過熱していたグループ C。そんなグループ C に、早い段階から関与していたトヨタでしたが、当初はトムスとドームが共同開発したシャーシへのエンジン供給などが中心でした。当初はそのエンジンも、当時参戦していた世界ラリー選手権 WRC の既存エンジンを流用していましたが、1986年には新設計の直列4気筒ターボ 3SG をグループ C に投入。このエンジンももともとは WRC に向け開発されたものでしたが、 WRC が相次ぐ事故で当時採用していたグループ B 規定を廃止したことにより行き場がなくなり、グループ C で採用されることになったのです。するとトヨタは次第にグループ C への関与を深めていき、1988年には完全新設計の V8 ツインターボエンジンを開発。さらにこの年からシャーシも自社開発することになり、当時のスポーツカーレースとしてはまだ珍しかったフルカーボンモノコックを採用した 88CV を開発。ル・マン世界選手権制覇に向けた挑戦を本格的にスタートしていたのです。しかし、それからほどなくしてグループ C は大きな転換期を迎えることに。1991年よりグループ C の規定は大きく変更となり、それまで存在した燃費規制が廃止されたほか、それまで比較的自由な形式が認められていたエンジンを F1 と同じ 3.5LNA に統一。それまでの世界選手権 WSPC も1991年からスポーツカー世界選手権 SWC として改められることになったのです。ターボエンジン採用メーカーからは反発も多かったこの規定ですが、トヨタは早い段階でこの新規定グループ C への参戦継続を決断。89年頃には新規定マシンとエンジンの開発に着手し、エンジンをトヨタ、東富士研究所、シャーシを TRD とドームが担当する体制でその取り組みが進められたのです。こうして開発が進められたトヨタの新規定グループ C カー TS010。 しかし当初はその開発作業に苦戦していました。当初シャーシ開発においては高ダウンフォース化を目指し、従来の C カー同様グラウンドエフェクト構造を採用したフロアを採用する構想を持っていました。しかしエンジン開発チームでは重心をできるだけ低くすることを想定し、フラットボトムフロアを想定したエンジンを開発。シャーシとエンジンの設計思想が異なってしまったことで問題が生じ、開発は遅れていったのです。そこでトヨタは当初91年からとしていた新規定車両の投入時期を92年に延期。マシンの再設計を余儀なくされていました。そこでトヨタは問題を解決するため、かつて数多く F1 マシン設計に携わり、グループ C でも80年代後半に強さを見せたトム・ウォーキンショーレーシングのジャガー XJR シリーズを手掛けたトニー・サウスゲートを設計アドバイザーとして迎え入れることに。すると、サウスゲートの助言の元設計が進んだカーボンモノコックは、一部アルミを使用していた成形用のブロックもカーボンに置き換えられ耐久性を向上。空力設計では、低ドラッグ、高ダウンフォースをコンセプトに再設計が進められ、ボディの前面投影面積を小さくすることで空気抵抗を低減しながらも、アンダーフロアにグラウンドエフェクト構造を採用することで、十分なダウンフォースを確保。その両立を実現させていました。
そしてエンジンは5バルブを採用し、最高出力は600馬力以上となった新開発の 3.5 リッター V10、RV10。エンジンはフロアのグラウンドエフェクト構造の確保のため、4度の前傾角をつけてマウントされ、空力効果を最大限引き出す工夫が見られました。そして、88CV をベースとしたトヨタの旧規定 C カーでは、サイドラジエーターを採用していましたが、TS010 では、ラジエーターをフロントに移設。車体の運動性能を考えると、引き続きサイドに配置するのが理想的でしたが、フロント配置にすることで、ラジエーターがクラッシュ時の衝撃吸収の役割を果たすことから、安全規定を満たしやすくなったことや、前後重量バランスにも利点があったため、フロント配置となったのです。こうして、91年の中盤にはマシンが完成。レースチームの運営はトムスが担い、実戦にデビューすることになったのです。こうして誕生したトヨタグループシーカーの集大成 TS010 は91年の SWC 最終戦オートポリスでデビュー。翌年のフル参戦に向けた試験的な参戦となったものの、予選は5位、決勝6位。無事完走を果たし、翌シーズンへの自信となっていました。そしてトヨタは翌1992年には SWC に本格参戦を開始。この年の SWC は、新規定や新シリーズに不満を抱いたメルセデスとジャガーが撤退し、前年から見えていた衰退の兆候が顕著に。この年のシリーズは、前年から参戦を開始したプジョーに対し、トヨタがどこまで食らいつけるかが注目されたシーズンとなったのです。そんな中開幕したシリーズで、トヨタはいきなり世界を驚かせることになります。開幕戦のイタリア、モンツァに3台の TS010 を送り込んだトヨタですが、このラウンドではプジョーを上回る速さを披露。完走わずか数台のサバイバルとなったレースで、2位のプジョー、905を2周以上突き放し、ジェフリース、小川仁志組が見事優勝。TS010 は、本格参戦初戦で見事勝利を挙げたのです。しかし、第2戦のシルバーストンでは、プジョーが勝利。互いに1勝ずつを挙げ、続くルマン24時間レースを迎えていました。トヨタはこの年のルマンに3台の TS010 を持ち込み参戦。この年ワークス体制で参戦したのはトヨタ、プジョーのほか、91年のジャガー、XJR14 のシャーシ設計を流用した MXR01 を投入したマツダの3メーカーのみ。トヨタにとっては初のルマン制覇に挑む絶好のチャンスとなっていました。しかし、雨のコンディションでスタートしたレースでは、ミシュランを履くプジョー、マツダに対し、トヨタの履くグッドイヤーのレインタイヤが路面とマッチせず、序盤にトップのプジョーから大きく離される形に。雨が上がった夜明けには速さを見せ、コースレコードを叩き出しながら追い上げましたが、最終的には関谷正則、ピエール・アンリ・ラファネル、ケネス・アッチソン組の33号車が、トップのプジョーから6周遅れの2位。トヨタはこれにより、ルマンでの初表彰台を手にしたものの、優勝の可能性もあった中で、悔しい敗戦となってしまったのです。そして、SWC の残りのラウンドでも、トヨタはプジョーに対し苦戦。絶えずアップデートを続け、シーズン中も戦闘力を上げていったプジョーに対し、開発の進まなかったトヨタは、プジョーの後塵を拝す展開が続き、その後も未勝利に。結局、この年の勝利は開幕戦のモンツァで挙げた1勝のみにとどまり、世界選手権タイトルも逃す形となったのです。そうした中、一世を風靡したグループ C は、刻々と終焉が近づいていました。新規定移行後、撤退が相次ぎ、シリーズの魅力が低下したばかりか、選手権を成立させることすら疑問の声が上がるほど、参戦台数が減少した SWC は、シリーズ廃止が取り沙汰される事態に。FIA は当初、翌93年は参戦台数の増加が見込めるとして、シリーズの継続を発表していましたが、日産など、93年の参戦に向けてマシン開発を続けていたメーカーがプロジェクトを中止、台数増加の見込みが薄くなると一転、92年限りでのシリーズ廃止を発表。約40年にわたり続いた、スポーツカーの世界選手権が消滅することになったのです。しかし、
フランス西部自動車クラブ ACO が主催するルマンでは、92年までのグループ C 車両でも参戦が認められたため、 TS010 はルマンに専念する形で参戦を継続。トヨタはこの年、前年逃したルマン優勝を目標に TS010 を改良したのです。エンジンは約30馬力のパワーアップに加え、トルク特性も改善。さらに、トラクションコントロールシステムの採用や、ラジエーターの軽量化、空力パーツの改良など、その仕様は大幅に見直されることになりました。そして迎えた1993年のルマン。この年のルマンは、SWC の終了によりクラス区分が見直され、4クラスによる争いとなりましたが、総合優勝を争うと見られた92年までのグループ C クラスは、トヨタとプジョーの2メーカーのみとなり、この年も2年連続の一騎打ちが展開されることになりました。予選ではプジョー勢がポールを獲得したものの、レースが始まると、序盤にトップを奪ったのはトヨタ。トップのプジョーのミスによりレースをリードする形となったのです。しかしこの喜びもつかの間、一通りピットストップを終えると再びプジョーが主導権を握る展開に変わり、レースは気の抜けない展開が続いたのです。しかしその後トヨタ勢に悪夢が。前年もその信頼性が問題視されていたトランスミッションのトラブルが頻発し、3台の TS010 全てがレース中にミッションを交換する事態に。結局、トラブル頻発によるタイムロスが響いたトヨタ勢は、最高位4位を獲得するのが精一杯。この年もプジョーに優勝を許したばかりか、表彰台をすべて独占される屈辱の結果に終わってしまったのです。そして、ルマンは翌1994年、クラス区分を再び見直し、これにより92年までのグループ C クラスは出場が不可能に。これによって TS010 はその役目を終えたのです。トヨタのグループ C 活動の集大成となり、当初はプジョーと匹敵する速さを持っていながら、2年連続で悔しい結果となってしまったトヨタ TS010。 大きな結果を残すことはできなかったものの、トヨタのルマン制覇への夢はその後の活動へ受け継がれていったのです。いかがだったでしょうか。今回はトヨタ TS010 について解説しました。このチャンネルでは、モータースポーツや車の様々な歴史、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。